源頼地源頼用氏は、平安時代中期の武士。河内源氏初大統領、源頼信の着難で、河内源氏二代目統領。来信の着難として、河内国古市軍、坪井村、現、大阪府羽引の市、坪井の航路法の館に生まれる。弓の達人として若い頃から、武勇の誉れ高く。 今尺物語集などにその武勇譚が記載される。父、雷神もその武勇を高く評価したと言われ、関白、藤原頼道に対して、長男、頼近を武者として、次男、頼清を蔵人としてそれぞれ推挙したという、中外省。長元元年、1028年6月、かつて父、雷神の家人であった、平田達根は関東において反乱、平田達根の乱。 長元の乱を起こすと、長元三年、千三十年に、朝廷より命じられて、父と共に、忠恒討伐に出陣る。それまで、国府軍や官軍を大いに打ち破ってきた、忠恒であったが、武勇に優れた、来身、頼近親子が、追悼軍として派遣されたことを知ると大いに驚き、柴叩く間に長尉に服したと言われる。寄近は、この反乱平定に際して、 抜群の勇気と再起を示す活躍をしたとされ、蘭ン小古一乗院、厚明親王の法眼台として禁止し、狩猟を愛好したと伝わる古一乗院の側近として徴用されている。その一方、官易昇進の面では父、来身に、べ人、管理として推挙された、自定、より寄に遅れを取り、より地下が、相模神として、初めて受領に任じられるのは、 よりきよが、秋守るとして、受領に任じられた五年後の、元九年、1三3 6年のことである。相模取材人中、忠だの乱の鎮圧に失敗して、将軍を更迭されていた官武兵士の着流筋である。平直方は、私は、不詳の将軍であったが、それでも我が家はかの平の正門を打ち滅ぼした、平定盛の着流であ。それゆえに何事も、 武芸第一と考えてきたが、国主殿ほどの弓の名人を、これまで見たことがない。ぜひとも我が娘の婿となっていただきたいと、寄地下の武勇に大いに感じり自らの娘を、とつがせ、さらに、鎌倉の大倉にあった邸宅や所領、官務兵士着流伝来の老頭をも、より下へ譲り渡した。寄地下はこの直方の娘との間に、八幡太郎義家、鴨の次郎絆、 白木三郎、吉光の三人の子息に恵まれ、鎌倉の大倉邸は長く川内源氏の東国支配の拠点となり、老党である、坂道武者たちは、後の欧州での戦いで大きな力となった。寄地下は、この相模取材人中に得た人や土地を基盤として、川内源氏の東国への進むを図ることとなる。また、五十歳を目の前にして、 ようやく受領となったり地下を尻目に、弟の寄木家は、秋守をはじめとして、陸守や日後守など、諸国の受領を歴任し、着実に農利としての道を歩んでいった。永正六年、千五十一年、陸守、藤原昇人が奥六軍を支配する安部氏に、玉造り軍季節部で敗れた攻めにより、陸守を更迭された。の後任の守として、 より近に白羽の矢が立ち、朝廷はより近を、む守る、さらに鎮守府将軍を兼任させるなどして、欧州の騒乱平定を期待した。こうしてより近は、かつての父、雷神と同じように、安倍軍鎮圧の退任を帯び、道の国へと下校した。より近が、む守るとして、道の国の成長であった多賀城に着任すると、安倍氏の首領であった。 安倍智義は標順の意を示し、自らの意味名である、よりよしが将軍たる、よりよしと同じ音で恐れ多いとして、より時と名を改めるなど、平身低統で、より地下に従う姿勢を見せた。また中央でも国母である、上等門院、藤原明子の病気兵誘祈願による恩赦もあって、安倍氏の反乱自体が許されたため、急戦状態、実質的に終戦となった。以後 よりちの睦守る在任中は何事もなく平穏に過ぎ、その人気満了である天行四年、1五5 6年の年を迎えることとなった。来時から石仏の教皇を受けたよりちが真樹府から国府へ帰還する途中、悪意蝶にて八重を敷いて人を明かすこととなったが、その際に何者かによってよりちか下の陣が荒らされる騒ぎが起こった愛蝶事件。 道のくごん森の藤原節帝の子、藤原三貞から雷児の着難、貞党の仕業であるとの言葉を受けて、頼地家は雷児に貞党を引き渡すように求めた。雷児がこれを拒否して、挙兵した。頼地家は軍勢を衣川の席へと差し向け、さらに朝廷からも雷児追党の戦時が下され、再び安倍氏との前九年の役が再開されることとなった。 戦役の再開後に、微妙な立場に置かれることとなったのが、より近の幕下でありながら、大臣の娘婿でもあった、藤原恒清と平長平であった。特に長平は、前人のむつ守る、藤原昇人が、安倍市長罰を行った際に、安倍側に走った過去があったため周辺から、疑いの目で見られていた。官軍が、衣川までたどり着いたとき、ある者がより近に、 長平は、全国主、昇るつと様から厚く、目をかけていただいていたにもかかわらず、安倍軍に走った、不義不中のやからです。今は、将軍、よ地下に従う素振りを見せてはいますが、腹の中では何を測り巡らせているか知れたものでは、ありません。しかも、あの者の,の鎧は、我が官軍のものとは違って色をしております。漢の黄金族や赤尾族の例を見ても、 装備の色や形で敵味方を判断していたと言います。これを見ても長平が二心を抱いているのは明らかで、災いが起こる前に早くあのものを取り除くべきですと、今年、より近も最もなことであるとして、この神言を入れて、長平を中殺した。これによって、疑心暗鬼となったのが愛子の藤原恒清であった。恒清は、親しき知人に、義理の兄弟であった、重郎。 長平が将軍に中殺されてしまった。昔、菅の関心や法越が皇帝から中殺された時、二人の同僚の芸夫は背筋が凍ったというが、今の私はまさにその心境だ。どうしたらいいだろうかと尋ねると、知人は、おそらく将軍は記念を信用しないでしょう。そして必ず恩美に災いが起こるに違いありません。あなたは、裁判が降りかかる前に、衆と殿、 雷神のもとへ走るのが賢明でしょうと答えたため、常清はその通りだとして、紙兵を率いて安倍軍へ走ってしまった。平長平が真に二神を抱いていたかは不明であるが、これによりより近は立て続けに有力な幕僚を失い、戦役は泥沼化の様子を呈してくることになった。戦役の再開により、当初より近の公認として予定されていた。 藤原義綱は、戦時となった、任国地へ赴くのを恐れ逃亡してしまったため、頼地下の陸守住人が決定された。陸守に再任した頼地下は、一心一体の戦況を打開するために、天行五年、1057年5月、廃下の不襲である、金溜め時に命じて、大事のいとこといわれる、津軽の不襲長、安倍富忠を味方に引き入れ、安倍軍に対して、攻勢を仕掛けた。 一族からの離反者に慌てた、大事は、7月に、富忠を説得しに自ら津軽へ向かうものの、富忠勢の副兵に愛住所を置いてったい、懲戒策にてそのまま沈没してしまった。9月に寄地下は朝廷に対し、私は、長略をもって、金溜め時や安倍富忠などの不襲を味方に引き入れ、官軍の列に加えました。これを聞きつけた俗海の雷児は富忠を引き止めようと、 説得を試みましたが、帰って富忠の伏兵に会い流れやに当たってそのまま死亡しました。しかしながら、安倍軍は首領を失ったにもかかわらず未だ幸福の気配がありません。この上は官府を賜り、官軍の増援と兵糧を頂戴したく思いますとの、雷事戦士の報告書を送ったが、朝廷からの論功の落とさたはなく、また、安倍軍の方も、雷事の後を継いだ佐田党が前にも増して、 規制を上げるなど状況は官軍に好転しなかった。雷事討伐の勲功が出ないまま、同年十一月により地下は佐田島を撃つために、平戦八百ほどを率いて、安倍軍のこもる川崎作へ進軍した。対する佐田島は、西平四千を率いて、木のみに手迎撃を試みた、後悔の、い、慣れない、土地柄の上、 折からの風雪と慢性的な兵糧不足に悩まされていた官軍は兵力でも大きく劣っていたために安倍軍に散々に打ち破られ死者数百人を出す大敗を起死した。将軍、頼地もあわやという状況まで追い込まれたが、頼地の着難である吉家の活躍で九死に一生を得たとされる。この時の吉家の活躍ぶりは矢を放てば必ず敵を射殺したため、 安倍軍も恐れて、散り散りに逃亡した、道のく話しきほどであったという。弱視、吉家の獅子粉人の活躍で窮地を脱したものの、敗走するより地下に従う者は吉家を含め藤原、慶通り、大屋光人、清原貞弘、藤原半期、藤原の明のわずか六期で、三十年来の中心であった再起業藩をはじめとして、藤原影末、脇、松室佑、 北目真などの多くの家人をこの戦いで失う大打撃を受けた。なお、将軍の頼地家も内死にしたとの噂も立つほどで、家人の藤原茂よりは将軍内死にの法を受けて大いに悲しみ、出家して頼地家の遺体を探す最中に生存していた頼地家と再会している。後悔の戦いで九死に一生を得た頼地家ではあったが、この大敗によって受けた損害は甚大で、 その後数年間は満足な軍事行動を起こすことができず、ひたすら兵力の回復を待つ日々が続いた。この間も朝廷に対して、隣国の出羽国の国主に援軍を派遣するよう依頼したが、党の出羽守る、源、人白いは一向に援軍を派遣する気配を見せなかった。これをあざけ笑うかのように、安倍軍は奥六軍を思うままに支配し六軍の外を犯すこともたびたびであった。 さらには先に、安倍に寝返った、藤原つねきよなどは、道の区国内の諸軍に対して、赤府、国の印符ではなく白府、つねきよの私的な印符を用いさせて国へ収めるべき、印を収めのを堂々と奪い取り、国主たる、より地家の面目を大いに潰す行動を行った。公平五年、1062年、より地家は再び、陸津守る人気満了の年を迎えた。 朝廷は新任の陸守として、公開教授を任命して認知へ下校させたが、道の区国内の軍人や官人たちは、教授の指示に従わず、全国主である義の指図に従ったため、陸守としての勤務が困難と判断した、教授は虚しく帰郷した。これを受けて朝廷は三度より地下を陸守に任命し、合わせて欧州の騒乱の鎮圧をより地下にかけることとなった。 よりちかは、出羽に勢力を張る清原氏の兵力に目をつけ、清原氏の総領である、清原光頼に対し参戦を強く要請した。はじめのうちは参戦に渋っていた、光頼ではあったが、よりちかが、朝廷の命を盾に依頼したことや、きちんな贈り物を贈り続けたことから参戦を決意し、7月に、 弟の清原武則を総領代理として一万の兵を引きさせて、より地下の元へ出資させた。これにより、国府の兵力と合わせて、およそ一万三千の兵を要した官軍は大規模な軍事作戦を行うことが可能となり、8月16日に栗原軍へかにて、以下の七陣に分けた軍団を編成した。このうちより地下は将軍として第五陣に属して、 全軍を統率した。翌8月17日、官軍は、安倍軍の拠点の一つである、小松作へと到達した。この作は、佐党の叔父である、安倍義輝と弟の安倍宗党が首相としてこもっており、はじめ官軍は慎重に作の攻略を進めようとしていい。しかし、図らずも接敵してしまったために戦闘が行われる、こととなった、小松作の戦い。より近は、 攻撃は明日のつもりであったが、今すでに戦いは始まってしまった。しかし戦というものは、後期が来たら始めるものであって、吉凶を占い日時を選んで行うものではない。まさに今がその時だと、意気込み、竹のも、今の官軍の勢いは侵略するスイカのごとくです。これ以上の海戦の機会はありませんと同調した。小松作は南を激流。 北を弾崖に挟まれた南高の策であったが、官軍の将である、深江コレノリや大友インキラーおよそ二十名の兵が弾崖をよじ登り、策内に乱入したため、安倍軍は大混乱に陥ったという。首相の宗党は八百家を率いて策外へ打って出て、その噴戦は著しいものであったが、よ地下は直属の武将である平松平、菅原行基源牧代、行部戦富、 大原信介、清原正志蓮、藤原金成、立花の甲中、源、近敷、藤原慈教、丸子博士生、藤原三津貞、佐伯元方、平行邸、木末岳、安倍志法らを差し向け、安倍軍に攻勢をかけると、指物ムン党も破れて、小松作を放棄して落ち伸びた、新政官軍の初戦を勝利で飾ることとなった。 小松作の戦いに勝利を収めた官軍ではあったが、折からの長雨でとに数日を過ごさざるを得ず、やがて兵糧が欠望するような状況となった。これを聞きつけた佐田党は、官軍本陣への奇襲を図り、9月5日に、官軍の本陣のある英をかえ8千の聖兵を、率いて攻め寄せた。この時、より近の傍らにはべっていた竹のりは、戦勝祝いの言葉を述べた。この言葉に、 よりちかがいぶかしむと、竹のりは、地のりのない官軍がこれ以上六軍を深く、進軍しても、被害を大きくするだけです。そんな中、安倍軍が自ら我らの前に飛び込んできてくれたのです。これは俗軍を打ち果たす絶好の機会と言えるでしょうと、答えた。これを聞いたよりちかは、最もなことであるとして、四方隙のない、上山蛇勢の陣を敷くと、安倍軍を迎撃した。官軍と、 安倍軍の戦いはおよそ6時間続く激戦となったが、息子である吉家と義公の活躍もあって、ついに安倍軍は敗走を始めた。頼近は武則へ貞田党の追撃を命じると、自身は官軍の将兵をいたわり、また負傷者を熱く気遣ったと言われる。この頼近の振る舞いに将兵は皆感激し、我らの命はこの御恩のために使いたいものだ。武者の命は、 霧の前にあっては軽いものであるから、今、将軍のために死んだとしても何ら恨むことはない。かつて唐の大層が、自らの髭を焼いて、傷ついた将兵の脳をすすったという話があるが、我らが、将軍の気遣いもそれ以上ではないかと言い合った。一方、安倍軍はより地下から追撃を命じられた、竹のりの物体によって、衣川関へと敗走していた。翌6日、 高梨塾に着陣した頼地は直ちに、衣川関を攻める構えを見せた、衣川関の戦い。しかしながら、衣川関は、かの観光関と、被される剣道者であり、刺し物官軍も攻めあぐねる状態であった。そこで武則は、旧姓という武将を呼び寄せ、衣川関に潜入して、日攻めを行うよう命じた。久咲よは、命令通りこれを実行し、 安倍軍は、たちまち大混乱に陥った。より近は官軍を率いて、これを散々に打ち破り、衣川関を制圧した。なお、この最中に吉家と佐田党の有名な、念を経し、糸の乱れの苦しさに、佐田党衣の館はほころびに蹴り、吉家の和歌のやりとりの逸話が生まれている。この一連の戦いで、安倍軍は、平甲中、金志道、安倍時等、安倍貞行、 金より道などが戦死し、貞党は父、雷事絶足の地である、懲海策へと敗走していった。同十一日、官軍は、安倍軍を追って、懲海策へと至ったが、すでに、安倍氏は、懲海策を放棄して、本拠地である、栗屋川策へと退却してしまっていた。昨年には大量の美酒が残されており、はじめより地下は、毒が盛られているのではと警戒したが、 独身をした結果、その心配はなかったので、将兵に酒を振る舞った。これによって、官軍の士気は、ますます高まった。より近は竹則に、大事を討伐してより、鳥海の作という名をずっと聞いていたが、これまで実物を見ることができずにいた。しかし、京貴伝らの活躍によって初めてここに入る、ことができた。竹則殿よ、今のあまりの顔色を見て、どのように感じるか。 と語った。竹則は、将軍は長年にわたって、硬貨のおために忠説を尽くして来られました。風の中で髪をくし削り雨で髪を洗い、飲みや白身のたかった甲冑を、お召しになり、官軍を率いて苦しい整理を続けられました。すでに海戦より十四年の歳月が過ぎておられる。天地の神仏は、将軍の忠隆を助け、我が将兵たちは皆、 将軍の志に漢字入っております。今、俗軍が敗走したことは、これまで溜めていた水が包みを切って流れ出したようなものです。私は将軍の指揮に従っただけです。どうして私に武勲などありましょうかところで、将軍のお姿を拝見しますと、白い愚しが中曝に戻っているように見えます。栗屋川策を落として、佐田党の首を取ることができれば、 将軍のお主はきっと漆黒となり、痩せられたお体もふっくらとなされるのではないでしょうかと答えた。より近は笑って、紀殿は一族老党を率いて、宇州から大軍を発して来られた。剣道な甲冑に鋭い立ちを持ち、やれきに立ち向かって、陣を破り城を落としてきた。その戦術はまるで石を転がすように見事なものであった。まさにその活躍によって、 世も効果に中節を遂げることができたのだから、貴殿は戦の功をあまりに譲ることなどない。しかし、世の白髪が黒く戻って見えるというのは冗談でも嬉しく思うと笑ったという。懲戒策を攻略した官軍は十五日についに、安倍軍の本拠地である、クリア川策へと到達したクリア川策の戦い。安倍の本拠地だけあって、さすがにクリア川策の守りは固く。 安倍軍は、作上より、増子女たちに株をさせて、余裕を見せるなど官軍を挑発した。より近い下将兵は大いに怒り、作をシャニにニに攻めたがとに被害を増すだけであった。そこで十七日により近は日攻めを決意し、近隣の村々より、木材や藁を集めるよう命じた。日攻めの準備を整えると、より近は遥はか工場を拝み、 かつて漢の将軍の中節に呼応して、枯れ池に水があふれて軍の旧を助けたと言いますが、今、我が国においても天皇のご意向は新たかです。このご意向により大風が起こり私の中節をお助けください。八幡の神々よ、何とぞ風を吹かせ火を起こして、栗屋川柵を焼いてくださいと記念して火をかけると、たちまちに大風が起こり、栗屋川柵を焼き上げるに至った。 策を焼かれた安倍軍は大混乱となり、ある者は官軍によって殺され、またある者は捕獲されていった。そのような中、官軍から離反した藤原恒清も官軍に捕獲された。頼地はこれを喜び、直ちに見分することとした。その離反によって、戦役を泥沼化させ、さらに国主としての頼地の面目を大いに潰した恒清に対する頼地の憎悪は凄まじく。 貴様は、源氏類来の家臣でありながら、主君たるあまりを裏切り、また恐れ多くも、朝廷のご意向をないがしろにした、大罪人である。今ようやく、貴様を虜にすることができた。貴様はこの状況でも、まだ白布を使いとほざけるかとののしると、常清は深く、頭を垂れたまま何も語らなかったため、より近は、どんとうにてつねの首を刻み落とし、積年の鬱っんを晴らすことができた。 佐田党は捕獲され、頼地下の前に引き出された際には重傷を負って、すでに瀕死の状態であったとされ、頼地下を一別して、息を引き取ったと言われる。佐田党の弟である住人は、戦死、同じく弟の胸党は官軍に投降した。十三歳になる佐田党の着難、安倍千代道士丸は捕獲され、頼地下は、千世道士丸の気候自然とした振る舞いに感心し、一時は、 除名をも考えたのの、竹のりの後の災いになるとの意見を入れて、これを切らせ、他にも多くの安倍一族を処刑、捕獲した。こうして天行4年の戦闘再開から8年、鬼節部の戦いから数えれば12年にわたる全9年の、約終結した。公平6年、1063年2月16日、寄地川、佐田島、すねきよ、住人の首を掲げて問い外戦した。 当時は遠く恵比寿的の地で戦い続けた、老将軍と官軍の勇士を一目見ようと物見の民衆で溢れたという。2二月25二日、樹木が行われ、より地下は朝廷より正四位死体よ神に認じられることとなった。この当時の伊予国は、ハリマ国と並んで、全国で最も収入の良い熟国、恩国として知られ、そのために、伊予神も、ハリマ守るとともに、 四以上老と称される、受領の筆頭閣であった。当初の無血鎮圧の目論みに失敗し、そればかりか鎮圧に十二年もの歳月をかけた、より地下ではあったが、この、苦行一歩手前という恩賞を見る限り、その功績は大という評価を、朝廷から受けたと見える。このほか、着難、吉家も、十五位下、では守るに認じられ受領となり、次男、 義公は、衛門城に取り立てられた。また、清原武則は、十五以上に、下壊の上、武則は、元から十五位した、真珠不将軍に部任されるなど、脳の恩賞を受けた。四位上老たる、伊予上に昇進した、より近であったが、未だ恩賞を手にしていない将兵のために、都へ泊まり、彼らの恩賞獲得に奔走した。結局、実際に、伊予へしたのは二年後で、 その間に滞納していた2年分の漢物は私費を持って納入したと言われる。伊予神の任期を終えた後は出家し深海入道と、こうして、余生を過ごし、情報2年、1075年7月13日に、没した。去年87、晩年はこれまでの戦いで命を落とした、敵味方のために、美濃堂という児童混流、滅在生前に励んだという。その他、 川内源氏の氏神である岩清水、八幡宮を勘定して、坪井八幡宮、大阪府羽びきの市と、鶴岡和上鶴岡八幡宮の前身、大宮八幡宮、東京都杉並区等を創建した。墓所は、大阪府羽びの市の川内源氏の母大寺だった、通報寺跡にある、日付イコール旧暦、明治5年12月2日まで、全9年の役を描いた。 道のく話式では、陳期にして武略に勝り、最も憔悴の器なり、死を愛し施しを好むとされている。一方で、悪意チョン事件後の安倍氏との戦いでは、部下の離反により作戦行動に失敗している、ことなどから、その能力を疑問視する意見もある。とはいえ、前述のように十有四年にわたって、欧州で戦い抜いたより一家に対する朝廷の評価は、 すこぶる高く、いよかみという受領の筆頭閣の地位を与えた、戦後の恩賞を見てもそれは明らかである。中外相や古事団には、母親の修理名部が、自身の次女の半物の恋人の随身と密通して、随身、中富の金竹を生んでおりこれを拳をし、前九年の役で死亡した馬の供養はしても母親の供養はしなかった、書かれている。 また母方の身分の低さからより近自身も、官職では伸び悩んでいたこともあり、それ以降河内源氏の同僚は、家柄の良い娘を選ぶようになったと、中外省には伝えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。